綾子お姉ちゃんもひどいよね。遥の件は綾子も今まで言い出せなくて。それでも おじさん、遥のことは気にするな。でも遥は必ずそうしたら。分かったよ。おじさん、豆も昼飯の時間か。豆、よし。はるかお姉ちゃん、はるかのことな。そうだといいけ。はるか姉ちゃんが俺。そうか。まったく、おじさん、俺たちはる、ああ、おじさん、さっきネット、はるかお姉ちゃんに関する情報、SNS とか。そうか、はるかについては、もしかしたら何。じゃあ、すまないな。あのさ、3年前だ。朝顔のみんなは、そう。もしかしたら、俺が気づいていれば。おじさんは、わ、でも。ああ。はるかお姉ちゃんを探し、そうだな、知り合い、ああ秋山と、あいつならすぐに電話。お客様がおかけになった番号をお確かめ。おじさん、いや、え、電話がダメなら。でもそれじゃあ、そろそろ晩ご飯、晩飯の、うん、うん、いいの。それにいつまでもおね。そうか。あのね、おじさんが、はるかお姉ちゃんが。そんなことはない。だから、うん。